こんにちは。今回は消費税について私の考え方をお話したいんですけども、まあ消費税廃止はね、私も願ったり叶ったりなんですけども、逆にですよ、消費税マイナス5%ってことですかね。商品買うたんびにね、なんかね、マイナス5%なんでもらえるの、これが。だからレシートをずっと商品買った時に貯めといて、そのレシートをね、年末とかにボーンと出すと、その総額のなんか5%キャッシュバックみたいなね、これいいんじゃないですか。消費がかなり拡大するんじゃないですかね。 だから1万円のもの買ったら500円もらえるって計算ですからじゃあどんどん買い物しようかってことになるじゃないですかこれはいいですよみんな財布の紐緩みっぱなしで商売繁盛大繁盛ですよいやこれによって景気回復なんてあっという間になされるんじゃないですかねこれはいいんじゃないですかこれ消費税マイナス5%マイナス10%ねいやそういう発想でこの日本を盛り上げよういってらっしゃい